つの単語帳 English Vocabulary Explaining English 上級編が9500レベルのやつが、まあ大体、まあ、パラッと終わったので、これいつ終わったんだっけ、終わった日が9月10日ぐらいにやり終わりました。で、次の超上級編2万語レベルのものを、いつからやったかというと、これ9月11日から10月1日まで、やっていて、でもやり方としては朝15分ぐらい進める、1日50個やって、で夜にその日にやったものを復習して、で時間があるとき、まあ、電車乗ってるときとか、ご飯待ってるときとか、外食行って、サーブされるのを待ってるときとかね、ずっとやってまして、1週目は10月1日に終わって、2週目もめちゃくちゃ、そう、クロスリファレンス、まあ、ページめくりながら類義語対義語を見つけて、で書いたりとかしてましたね。うん、最初も何書いてるか分かんない、全然知らない単語ばっかり。でもやっていくとね、だんだん慣れていくんですね。そう、復習とかも4回とか3回とか、次のやつやりながら前のやつ、前の前のやつを復習していったので、まあ、実質1日200とか300ぐらい単語には触れてたかなと思うところです。でもこれもだいたい一区切りついたですよね。まあ余裕があったらというか、時間があるときにこの単語帳を携帯して、まあいっぱい見ようかなと。うん、グラッチとかね、スペイト、デフェンス、デプライ、プライビヘイビューだ、ショーズリスペクトフォーサムアンサムティング、まあこれ I need a difference and a difference toward a lot of people とか、まあね、Yeah, I often flounder とかね、 When I face something really difficult、 まあいろいろありました。で、終わったから、じゃあ何しようかなと考えた時にこれですね、 1,100 words you need to know、これをちょっとやろうかなと思います。ちょっとね、ちょっと。これも戦略を考えた。Increase vocabulary more effectively、効率よくボキャを増やすためにどうすればいいか。まあ、いろんな人とかいろんな本で、インパクトとアクセス、印象とか文脈、アクセスは回数、反復、大事だっていうのを書いてあったので、ま僕もそれを実感してますし、それが大事だって、まあ生徒にも言ってるので、うん、たくさん触れるというところを、課題としてやっていきます。で、全てノートに行うんですね。あ、そう、ノートはで、プランは朝20分、夜20分、それぞれ、Day 1から Day 4を月曜日、今日やって、で、明日は Day 5と、なんだっけこれ、センスってなんだっけ、あ、Sensible Sentences で、Word Search、まあ、これ復習ですね。やって、Week 1が完成。で、この前、Day 1解いたら、だいたい8分ぐらいで終わったんですね。そう、解いた後ここにある。ただその時はノート持ってなかったので、本書に書き込んでしまったんですけど、今日は全部消して、うん、もう最初からやろうかなと思います。で、全部で、ウィーク46まであって、その後にボーナスウィークは、A、B があるんですよ。ボーナ
last week が A、B があるから、どれだ？え、come on。え、come on。あれ？ないじゃん。week 46まであって、で、その後に、あ、ひ、ボーナスウィーク A。で、ボーナスウィーク B があるから、K、46たす2。で、48セット。で、その48セットを、16週間だね、うん、1週間で1、2、3できるから、48÷3で16週間、つまり4ヶ月ぐらいだね。で、今日が10月7日の月曜日なので4ヶ月、カレンダー上だと確かね2月3日かながちょうど4ヶ月だったと思うんだけど、ちょっと余裕持ってお正月とかもあるしクリスマスもあるし、2月10日には完成させるという感じでやっていきます。うん、そう、まあこれやる理由とかは、まあ自分の英語力を高めるっていうことと、大学院に行った時にどんなに難しい単語が出てきても、しっかりと文脈の中で考えるというのをやるためにやっていきます。